先日の妊娠ドッキリに関しまして、僕の兄に、ネレアさんが妊娠していないのに、妊娠したっていう報告をしたっていう、まあ、ドッキリを、した件についてお話をさせていただきたいんですけれども、まあ、その命に関わることをこの動画のネタに使ってっていうことと、実際にこう悩んでいる方に対しての配慮が足りなかったっていうこと、本当に申し訳ございませんでした。そしてね、この動画投稿で普段楽しみにしている方をこう裏切る形になってしまって、そこに関しても本当に申し訳ございませんでした。この動画はですね、その先日出した動画に、コメント欄でいただいた、質問に関して、お答えしていくという動画になります。その前に、ネレアさんが思っていることをちょっとシェア、します。First of all, I wanted to apologize if we hurt your feelings. That wasn't our intention at all, and it wasn't our intention to make this video either. Like, I wasn't expecting you guys to feel this way, otherwise, of course, we wouldn't have done it. We respect you, and we know that there are people struggling, especially during this hard time, during COVID, with the pregnancies. So, of course, that...We understand that it's difficult and it's hard. We didn't do it to offend or hurt anybody. And I can say for those of you who share that you don't think that I'm very serious about pregnancies or with disrespect or that we don't really take care of it. Actually, I hope that one day I will be able to become a mom. That's in my plans and something that I really want to do.So that's why in the video, if you guys saw it, I actually say knock on wood because like I take it very seriously and I don't wish anybody to struggle with this. So we just wanted to make a fun video for you guys, fun video with his brother. I also was curious how he would react, right, if in the future happens. That's something that I wanted to know. So.That's why I decided and agreed on doing this video. But again, I really understand that some of you might have gotten hurt or you thought that we didn't really respect you. And I want to say that that's not the case at all. And that I'm very sorry that you guys felt this way.今回のことに関しまして、たくさんの方が、疑問を抱いていた3つの質問に関して、お答えさせていただきたいと思います。1つ目が、なぜその海外 YouTuber からそのアイデアをこう取った時に、こう日本でこう動画を出してるわけだから、その日本でその動画がその受け入れられるかどうか、そこがなんでこう分からなかったのかっていうことなんですけれども、妊娠ドッキリっていうのはその海外 YouTuber から見てそのアイデアを取ってきたものなんですけれども、まあもちろんその日本でこう動画を出すわけなので、妊娠ドッキリっていうこう検索を出して、まあその日本の YouTuber の方がすごいこうたくさんやられていて、動画も見たらその低評価とかも特にこう多くなくてっていうのをこう見て、まあ、その時点でまあちょっとこう一旦こう思考を停止してしまったというか、あ、これまあ YouTube 的にこう大丈夫なんだっていうふうになってしまって、まあ、ただやっぱりそのメディア、その YouTube 内でのメディアでは OK だとしても、まあ、やっぱりその視聴者層っていうのは全然違うですし、まあ、メディア云々に限らず、まあ、ちょっとね、この想像力をこう働かせれたら、まあやめた方がいいよねっていう結論に至れたんじゃないかっていう、ところは、あるので、それに関しても本当に申し訳ございませんでした。2つ目はですね、まあ、この動画に限らず、まあ、最近ちょっと山狩り TV でその釣り動画が多いんじゃないかっていうところで、まあ、本当にバレエを広める気があるのか、こうバレエをね利用しているんじゃないかっていう、意見もいただいたんですけれども、まあ、これに関してはちょっと、まあ、このチャンネル運営でのその裏事情みたいなものもちょっと交えての説明をさせていただきたいんですけれども、動画を作るにあたって、まあ、そのいい動画っていうふうにこう判断されるためには、2つ重要なポイントがありまして、まあ、1つがそのクリック率、まあ、例えばその100人の人にその動画がおすすめに上がってきて、10人の人がその動画をクリックしたら、まあ、クリック率が 10% であると、でそれがまあクリック率で、もう1つが視聴維持率っていうものがあるんですけれども、まあ、それはまあ例えばその10分の動画だとしたら、平均して 50%、5分間動画が見られたら、まあ、その 50%っていう感じで、まあ、このパーセンテージが2つとも高いと、まあ、いい動画として、おすすめに上がるようになって、まあ、再生回数が自然とこう上がってきたりとか、たくさんの方に見ていただけるっていうことになるんですけれども、まあ、それこそその人間はその脳科学的にそのネガティブな情報に、やっぱりそのクリックしがちっていうのは、
まあ、やっぱりこうあるらしくて、例えばその炎上関連のニュースとかの方がそうたくさんの人に見られたりとかっていうのがまあ例としてあるんですけれども、まあ、ただこう山会 TV としてこう気をつけているのは、その人がこう幸せに感じるのって、まあ、ポジティブが5でネガティブが1で、まあ、5対1の関係があると、まあ、その人は幸せに感じるっていうのがあるんですけれども、まあ、だからその動画5本出したら1本がちょっとネガティブな動画になってしまったりとかっていうのがあったりするんですけれども、まあ、ただそのさっきの仕組みで言うと、その1の方ばっかりがこうおすすめに上がってしまって、まあ、その要はその1の動画しか見ない人にとってはまあそれがもう全部なので、やっぱりその毎回おすすめに上がってくるけど、まあ、結局まあ釣り動画ばっかりじゃないんでっていう感じで、まあ不快に思われる方もいらっしゃいますし、今回に関してはまあそのネガティブって言ってもちょっとね、そのラインを超えてしまったというところもあるので、まあ、そこに関しても、申し訳ございませんでした。3つ目がその妊娠ドッキリがそのバレエ広めるにどうつながるのっていう、ご質問なんですけれども、まあ、結構この山会 TV の中ではそのバレエダンサーなんだからそのバレエ動画を見たいし、くだらないこう YouTuber のなんか YouTube 企画とかなんかそういうのは出さないでほしいみたいな声を結構いただくんですけれども、まあ、僕も個人的にはその、まあ、バレエダンサーなので、あの踊ってる動画っていうのを表現して出したいし、まあ、それがあの伸びる環境であれば、まあ、どんどん出して、あのバレエをたくさんの方に見てもらうっていう風にやるのが、まあ、個人的にはまあベストなんですけれども、まあ、やっぱりこう日本に限らず世界的に見てもこのバレエの動画っていうのは伸びづらかったり、まあ、伸びづらいっていうことは、まあ、あのたくさんの方に届いていないということになってしまうので、まあ、まずはそのカップル系の動画だったり、まあ、それこそトレンドの踊ってみたとか、まあ、そのこそまあ YouTuber っぽいことをね、やってきたんですけれども、それでまあそのチャンネルとか、まあ、この僕たち人をこう認知してもらって、まあ、こう人を好きになってもらって、まあ、その好きな人でやってるバレエを、まあ、ちょっとこう興味を持っていただくっていうこう流れで、まあ、ちょっとステップは多くなってしまうんですけれども、やっていて、ただこれにもその致命的な欠点がありまして、例えばそのカップル系からバレエっていう風にこうサイクルが、僕の中でこう勝手に作ってるんですけれども、これがねこう逆に回ってしまったりっていうのもありまして、まあ、バレエ見に来てんのにおすすめにひたすらこうカップル系の動画が上がってきてしまう。でこうまあ興味ないのにこう上がってきて、まあ、なんか 見るけど、まあ、やっぱりちょっと楽しくないみたいな感じで不快に思われてしまうっていう方もやっぱりたくさんいらっしゃると思いますので、実際にこう活動していく中でこういう風な仕組みになってしまっているっていうのは、本当に申し訳ございません。という感じですね。まぁ、あ、ちょっと、まぁ、あ、謝罪動画なのに、なんかこうベラ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 喋って、ちょっと言い訳がましく聞かれた部分もあったかと思うんですけれども、今日ちょっと僕が喋ったことっていうのは、今までちょっと見てきた、見ていただいた方に対してちょっとお伝えしたかった、説明したかった部分でもあったので、まあ、長文コメントをたくさんいただいたんですけれども、まぁ、あ、その中でも多かったのが、不快に思ったんだけれども、まぁ、あ、あの、これからの活動に期待していますっていうふうに、締める、コメントをたくさんいただきましたので、今回の反省を生かして初心に帰ってこれからの活動をね、続けていきたいと思います。まあ、その具体的にそうどうやってそのね、あの頑張ってこう活動していくのかって言いますと、その今までのその火木土の動画投稿に加えて、水金日曜日にあのショーツ動画を上げていこうと思います。そしてあの TikTok であの毎日投稿をしていこうと思います。今回の件改めてあの誠に申し訳ございませんでした。今回のね反省を生かしてバレエを広めるという目的は変えずに、これからも活動を、頑張っていきたいと思いますので、引き続き、応援していただけると、幸いでございます。